懐かしさと新しさを兼ね備えたドラゴンクエストシリーズ11番目の本編作品となっております。ハイクオリティなグラフィックスで楽しめる 3D モード、懐かしいドット絵の 2D モードの両方をこの1本で楽しむことができ、プレイ途中でモードを切り替えながら遊ぶことができるのも特徴となっています。本作は素早いレスポンスが求められるゲーム性ではないので、クラウドでプレイした時のゲーム体験がレイテンシーの面でローカルプレイに対して遜色がなく、とても相性が良いと感じています。まず素早いレスポンスが不要なゲーム性自体がタッチに向いていると思います。さらに本作はやり込み要素も多いので、タッチに対応することによってモバイルも含め場所を選ばずいつでも気軽にプレイできるようになるというのも魅力的です。クラウドストリーミング対応だけであればソースコードの変更は特に必要がなく、タッチコントロール対応についてもソースコードはほとんど手を加えることがなく対応ができてしまうという点が素晴らしいと思いました。モバイルのような小さな画面でも見やすく、またタッチでのプレイもより快適になるようなゲーム設計、UI 設計といったところを心がけたいと思います。